はいおはようございます、えー。今日は5月13日火曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。今日は9個あります。昨日少なかったんですけど、今日は多いですね。はいでさまた最後にコメントを紹介させていただきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、えー、まず一つ目。一つ目はジェミニの話なんですけど、ジェミニウルトラがどうやら来るんじゃないかと。 ちょっと、ね、あの現実味を帯びてきたっぽくってで GoogleIO っていうイベントが今月末5月末にあるらしいんですけど、まあ、そこで発表されるんじゃないかと言われてますねでこれが新モデルなのかサブスプリクションなのかは不明なんですけど、まあ、もしかしたら新しいサブスプリクションであの限定的に使えるっていうものになるかもっていう 方がなんか有力っぽいっすね。なんかいろんな方のポストを見てると。まあなんであの、チャット GPT のプロプランみたいな立ち位置になるんじゃないかなっていう感じっすよね。はい。まあこの辺はちょっと、あの、まだ不確定要素がたくさんあるので、まだ噂程度ですけど、まあ楽しみは楽しみですね。はい。まあこうなったら本当にいよいよ、 なんですかね、どのプロプランを選ぶかみたいな話になってきそうっすよね。チャット GPT のプロプランを選ぶのか、クロードのマックスプランを選ぶのか、このジェミニの、まあ、例えばですけど、ウルトラプランみたいなのを選ぶのかみたいな、あちょっともう絞っていかないと、全部、ね、課金するの結構厳しいっすよね。<laughs> はい。まあなんかちょっとそういうのを真剣に考えていかなきゃいけないステージに入ってきた感があります。はい 2つ目、2つ目も、まあ、Google なんですけど、えー、と Google ドキュメントの方がですねなんかねマークダウンとしてコピーっていう機能がついたらしいですで今朝僕見たんですけどまだ日本の方には実装されてないさそうですねだからマークダウンとしてダウンロードは今,今もすでにできるんですけどマークダウンとしてコピーするっていうのが これできたら結構助かるなと思うんですよね。一回一回ダウンロードするのめんどくさいじゃないですか。でもコピーだったらテキストとしてね、そのまま使い回せるし、あのデータが増えることないので、これは結構ね、地味だけどありがたいなと、はい、思ってます。で、三つ目。三つ目はチャット g p t の、えっと、ディープリサーチがちょっとバージョンアップをして、ディープリサーチの出力を と PDF としてダウンロードできるようになりましたっていうことですね。僕まだちょっとね、試してないんですけど、これもうみんな使えるようになってるっぽいですね。あんまりあの日本のユーザーの方のポストって上がってないんですけど、まあ地味すぎて取り上げないだけかもしれないですけど、これ意外と使い道あるんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあそれこそノートブック LM に入れるとかも、 しやすいし、まあ今までね、この大量のテキストをコピペして転用してたのを、まあ PDF として残せるんで、まあこれはこれで結構ありかなぁと僕自身は思ってます。まだ使ってないので使い心地とかね、なんとも言えないんですけど、はい。まあこういう機能が追加されましたよと。で、えっ、ー、と、4つ目も ChatGPT ですね。で、これももう展開されてるんですけど、えっ、ー、と、 Google One、あ、Google One じゃごめんなさい。OneDrive ですね。OneDrive とか、あと、SharePoint、まあ、いわゆるマイクロソフト関連のものにアクセスできるようになりましたっていうことですね。まあ、これもディープリサーチのアップデートです。これ結構ね、なんか、ついにマイクロソフト来たなって感じがしますよね。ちょっとな、仲悪くなってんじゃないのみたいな噂もされてましたけど、まあ、一応、 機能同士は連携をしてますね <laughs> はい企業として連携してるかどうかはちょっとわかんないですけど、その仲がいいかどうかはね。はい。まあこれはこれでまた活用の幅が広がるんじゃないですかね。Google Drive だけじゃないよっていうところがあの示せるようになってきてるんで。で、実際にね、One Drive にデータ保存してるっていう人たちもいると思うんで、これはなかなかいいアップデートじゃないかなと思います。はい。で、えっと、5つ目。 5つ目はマヌスです。いやー、これ結構ね、嬉しいなと思うんですけど、あのまず、順番待ちなしで使えるようになりましたっていう、ね、アクセアクセスの幅が広がったっていう感じですね。で、えーと、これ結構ね、嬉しいのが、全ユーザーに対して、これ毎日です。毎日300クレジットくれます。これから。なので、毎日ログインすると300、300クレジットずつくれるんですよ。でもう僕あの、もらえました。 もうもらえたんで、えー、っと、これだな。はい。こんな感じで300クレジットね、くれるんですよ。で、毎日更新なんですよね。毎日更新してくれるんで、なんで、まあ、ひとまず使って毎日、毎日ログインすれば300くれると思います。で、これが使わずに残しておいて、加算されていくかどうかはね、ちょっとわかんないんですけど、まあ、リフレッシュって、 って書いてるんで、300へリフレッシュって書いてるんで、多分積み重ならないっすね。なんで、まあ、その日のうちに使っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。はい。これ結構嬉しいですね。あとは全ユーザー対象に1000クレジット1回限りボーナスを配ってるらしいですね。で、これがいつ来るかはわかんないですけど、まあ、配ってくれてるんで、まあ、もらえるものはもらっておきましょうって感じですね。はい。いや、いいっすね。マヌスさん、いいっすね。<laughs> <laughs> ありがたいです。はい。で、えー、っと、5個目ん ?6 個目か。6個目ですね。魚 AI が新しいモデルを出したらしいです。で、これが人間のようなあの考え方をするものらしいですね。その人間のニューロンを再現したっぽい感じで。で、あの今までと違うのって、なんかどう,どうやらですよ。僕もちょっと詳しくは分かんないですけど、どうやら、 その考えるタイミングを判断できるようになったらしいんですね今までは何をどれだけ考えたかっていうようなそのパラメータ数っていうかその考えた、えー、と時間とか量を計測してそれでどれぐらい考えたかっていうのを評価してたらしいんですけどそれプラスいついつ考えたかっていうどのタイミングで考えたかっていうこのリズムだったり刻んだタイミングっていうのを評価するっていう。 ものですね評価するっていうかそれで新しい発想とかその思考する推論するっていうものをやるみたいなモデルらしいです。これによってあのその、えっと、処理速度が上がったりとかあとは今までと違う発想を生み出したりとかっていうのがしやすくなったらしいいですはい、らしいです。 もう本当難しいことはよくわかんないんですけど、まあ、一応 O3 とか、まあ、あのノートブック LM に入れたりとかしていろいろ自分の中では落これぐらいまでは落とし込みましたはいこっから先はちょっと専門家の方にお任せしますはいっていう感じですかねこれなかなか面白いニュースじゃないかなと思いますね人間の脳みそにより近くなったっていうのがポイントですねはい でえー、っと7つ目でいいのかな789でのねはい7つ目7つ目は東京都のえー、っと全都立学校に生成 AI 都立 AI を導入っていうことですねこれ結構思い切った取り組みっすね学生と教師全員が AI を使えるらしいんですよ で、なんかそういうもう専用のプラットフォームを作ったっぽいんですよね。で、この取り組み自体はすごいいいなと思うんですけど、使うモデルが g p t 4 o mini なんですよ。4 o mini なんですよね。ここ、ここちょっとどうなんだろうなって思いますよね。せめて4 o じゃないのって個人的には思っちゃうんですけど、いや、その4 o mini が悪いっていうわけじゃないんですけど、 なんかせめてもうちょっといいモデルじゃないとがっかりされるんじゃないかなって個人的には思うんですよね。<laughs> うん、せっかくそこを取り組むんだったらもうちょっといいモデルにすればよかったのにと思う感じ。ただ、取り組み自体はめちゃくちゃいいですね。はい。これはめちゃめちゃいいと思います。もう全国に普及してほしいですね、これは。はい。というのが、えっ、ー、と、7つ目のニュースです。で、8個目。 8個目も学校の話なんですけど、この大学に AI 大学講師を導入っていうね、千葉工業大学さんがやったみたいですね。で、これなんかね、GPT 図を使ってで、事前に設定した条件に基づいて回答を生成するらしいですね。あと、その生徒がこういうことわかんないんだけどっていうのを質問したら答えてくれるっていうので、GPT 図に もともとプロンプト仕込んだりとかあとはそのラグっていうんですかね情報を最初から提供しといてでそこから回答するようにっていうのをやってもうそれを授業としてさせるっぽいですねこれ面白いですね多分遠隔でできる遠隔っていうかオンライン系の授業として使ってるんじゃないかなと思うんですけどまあこういう取り組みはいいですねはい こういういのどんどんん広めてほしいですよねこの画像とか明らかにチャット GPT で作りましたよねって思うんですけど <laughs> はいこれはなかなか面白いニュースだなと思いますこのさっきのやつと今回のこの,このニュースと学校系で広がるっていうのはねめっちゃいいと思いますはいこれ楽しみですねはいで最後9つ目のニュースがこれ中国なんですけど えっと、中国っていうかね世界初の AI 病院を開設っていう <laughs> これなんかね面白いっすね <laughs> でこれに関してはあの実際の病院をあの開設した立ち上げたわけじゃなくてバーチャル病院なんですよおあのデータ上クラウド上のバーチャル病院でであの今までに溜まってる実際の患者さんの症例のデータとかあとはその病気のデータっていうのを AI, AI ドクターが42人いて、AI 看護師がまあ何人かいてで、その人たちがデータを使ってあの臨床実験をするっていうデータ上で、はい、データ上で臨床実験をして、手術もしてとかあの経過観察もしてみたいな感じのことをやる病院ですね、はい。なので実際の患者さんを何人かするとか、自分たちが診察受けに行くとかではないっていうやつですね。ただあの今までの その経過観察とかあとはそのなんだろうなこのこの病気だったらねその1回治療してどれくらいの期間必要だみたいなっていう1個の症例の研究に2年かかってたものがぐっと短縮されて1ヶ月でわかるようになるとかそういうのがあの、まあ、目標としてされてるらしいですねこれはねなかなか僕はいいと思うんですよねはいめっちゃ面白いと思いますはいまあ あの実際の人間を診察するってなると多分いろいろ賛否言われると思うんですけど、まあ、データを使ってっていう話なのでまあもちろんその患者さんの情報って個人情報なんですよ所有権は患者さん側にあるんでそれを勝手に使うってことはできないとは思うんですけど ただ、中国だったらもしかしたらね、そういうのはいけるのかもしれないし、もしかしたら患者さんの同意をちゃんと得た上でやってるのかもしれないし、この辺の裏側まではちょっとわかんないんですけど、こういう取り組みは僕個人的にはいいなと思います。はい。AI 使ってね、こういう研究とかがどんどん進むのは楽しいですね。はい。という感じの9個でした。やっぱニュース多いと楽しいっすね。<laughs> あとやっぱ喋りやすいっす。はい。これ助かりますね。 やっぱ個人的には g このジェミニのウルトラがやっぱり気になりますね。うん。まあこれがどういう形でリリースされるかは本当に楽しみですね。あとマヌスがね、使いやすくなったんで、まあ、ちょっとまた触れる機会が増えるっていうのは嬉しいですね。これは単純に嬉しいです。はい。ではここからはコメントを紹介させていただきます。 このコメントを、を昨日の僕が2000人突破しましたっていうあの雑談動画にいただいたコメントになります。AI 楽しいがメインなコミュニティは貴重かと思います。自分も現在個人事業主なんでこういう場がないので助かってます。というコメントをいただきました。ありがとうございます。いや、本当にあの、まあ、こういうコメントを、ね、いただけるっていうのもものすごく嬉しいですし、僕自身も、まあ、経営者というかね、あの 会社に勤めてるわけじゃなくて、自分でまあ個人事業として立ち上がってる側の人間なんで、やっぱりね、その所属するコミュニティって限定されたりとか、やあとはその自分たちで、そのコミュニティに入っていくか、自分たちで作るかっていうこと以外、なかなかね、人とつながれないんですよ。<laughs> はい。っていう中で、あの、ね、昨日の動画でもお話しさせてもらいましたけど、やっぱコミュニティが立ち上がったっていうのは、ものすごくやっぱりね、嬉しいし、貴重なんですよ。 すすごく感じますそれはあのやっぱり所コミュニティに所属してないと孤独なんですよ。もう本当に孤独で誰ともしゃべれないんですよね。家と会社とあの職場との往復だったりとか話すのもお客さんか家族かぐらいしかなくなっちゃうんでそうじゃない話ができる人とかあと本当に自分が楽しいと思えるもので関われるっていうのはすごく嬉しいす。すっごく貴重です。はい。<laughs> ありがとうございます。 まあしかもね、あのー、今の僕のチャンネルもそうですし、このディスコードコミュニティも、AI 楽しいよね、AI 面白いよねっていう、たったこの一言が旗印になってるっていうのが、僕は最高だなと思います。だからそれ以外いらないじゃないですか、立場も関係ないし、じゃあ、ねど、どういう職業なのか、どれぐらいの,その AI に詳しい、詳しくないとか、裏側の、ね、コンピューターの仕組み知ってる、知らないとか、全然関係ないんですよ。 AI って面白いよねっていうだけで OK なんですよ。これマジで最高だなって思ってます。<laughs> はい。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。本当に。あのぜひぜひあの、絡んでいただいたり、コミュニティに参加していただけると、一緒に盛り上げてもらえると嬉しいです。はい。という感じの、えっ、ー、と、9つのニュースとコメントを紹介させていただきました。はい。では、以上です。